どうも、ナメコです。エジプトを目指しなぜかトルコにループ主。半日遅れでカイロに向かうぜ。それでは、ゆっくりしていってね。ループ主はただいま、イスタンブールの街中を移動中です。空港混雑と急病人発生による遅れで乗り継ぎ失敗。予定していた便に乗れず、12時間後の航続便に振り替え。急遽用意されたトランジットホテルで休憩した後、飛行機に乗るため再度空港に向かっています。振り替えられた便は19時発、なのにホテル出発は15時。4時間前出発ってかなり早くね、と思ってたら、いろんなホテルを経由して乗客をピックアップしてました。そうそう、車体にはターキッシュエアラインズのマーク入ってる、公式の送迎版だとは思うけど、めちゃくちゃ飛ばすぜ、バリバリ飛ばすぜ。一般道でさえシートベルトをつけないと心配になるくらい、恐ろしいスリルドライブだったぜ。1時間の爆速ドライブも終わり、イスタンブール国際空港に到着。空港に入るにも保安検査が必要でした。エジプトもそうだけど、やたらめったら保安検査があるぜ。ホテルに入るにも保安検査が必要だったぜ。安全確保のためにシャアなしですね。カイロ行きのチケットは朝にゲットしてるので、そのまま保安検査と出国審査を受け、あっさりと制限エリアに来れました。イスタンブール国際空港、相変わらずどでかい空港だぜ。今回のフライトはエコノミークラス、なので本来はラウンジは使えませんが、ウプ主 ANA の上級会員、イコールスターアライアンスのゴールドメンバーなので、今回のようにエコノミー利用でもラウンジが使えちゃうのです。しかも同行者1名までラウンジ利用可能なので、他のツアー参加者にもスターラゴールド保持者がそこそこいて、参加者全員がラウンジを利用することができました。自分たちだけ快適に過ごすのも悪いし、これで心ゆくまでラウンジを満喫できるぜ。そしてさっきから映っているのがターキッシュエアラインズご自慢の、お名前そのまま、ターキッシュエアラインズラウンジ。かなり広いラウンジで、すべての席が埋まることはないんじゃね？ってくらいの椅子の数です。こちらはガイドさんおすすめの長いピザみたいなやつ。こんな感じで大量に作り、焼くようで、出来たてを求めて長蛇の列ができるそうな。ウプ主も出来たてを狙うぜ。過去作の東欧旅行記で当ラウンジは一通り解説しているので、今回は軽めに紹介します。ユッフェコーナーにも様々な料理が並びますが、ライブキッチンの多さに毎回驚きます。トルコ料理もたくさんあるようで、一通り食べればもうトルコ旅行したも同然です。右手の黄色いブースは手荷物ロッカー。ウプ主のようにぼっちだと、料理を取りに行くにもリュックを持っていかないと不安ですが、こうやって保管できると安心ですね。外から丸見えだから、ある意味安心できるぜ。
ガイドさんおすすめのピザが焼き上がりました。おーおー、めちゃくちゃあるぜ、食べ放題だぜ。すぐに列が形成され、ウプ主の背後にも謎のプレッシャーを感じます。こちらはトルコ風ピザ、ピデ。歴史は古く、ピザ発祥の地として有名な、イタリアのピザの原型ではないか、とも言われているそうな。なん？だと。ピザの始祖とな。生地に砂糖が使われているのが特徴で、ほのかに甘く懐かしい味がするそうな。ここのピデは3種類あり、味の方は評判通り、超絶品。シュワシュワと一緒にいただきましたが、お酒がめちゃんこ進む味です。トルコに来た際は、ぜひご賞味あれ、です。あとシュワシュワのボトルが金ピカピンしてました。ゴージャス感マシマシマシだぜ。当然これだけでは足りないので、焼きそばとケーキとバクラバーを追加。焼きそばは日本で食べる焼きそばとはまた違い、変わった感じの美味しい味付けでした。ケーキは見たまんまあまあまあ、バクラバーはさらに超あまあまで美味しかったです。そうそう今後ウプ主の動画では、シャンパン、スパークリングワイン系の飲み物は、シュワシュワ、で統一しますね。ほうほう、なんか可愛らしい表現だがなんで？まずそれがシャンパンなのかスパークリングワインなのかを調べるのに時間がかかるのと、シャンパン飲みまーすって、自慢している感あるというか、セレブ気取っている感あるというか。あと最後に、青い髪のダメ髪で有名なかのニュース番組で、ビールっぽいお酒をシュワシュワと呼んでて、なんか響きがいいなと思いまして、このスバ。ってことでいいか、シュワシュワでおねしゃっす。さてさてさて、登場開始時間になったので乗り込みましょう。今回利用するのはターキッシュエアラインズ、TK694 便、イスタンブール、19時発、カイロ、20時25分着。飛行時間は2時間25分です。エコノミーなので前後のピッチは驚くほど窮屈。ウプ主の足が長すぎるせいで、余裕が拳一つ分もありません。短足でよかったな。はぁ？なおこの便満員なのか頭上の荷物棚争奪戦が繰り広げられていました。ウプ主たちは早めに乗り込んだので余裕でしたが、後から乗り込んだ人は入れる場所がなく右往左往してました。優先登場もこういう時には価値があるぜ。なんとか荷物は収まったようで、さあ出発だ、となったものの、飛行機はくくりとも動きません。ん？何かあったのか？どうやら機材故障でいろいろ調査中のようです。すでに12時間遅れてるのに、もう勘弁してほしいぜ。お、結局飛んだんだな、回路について降りるところか？いえ、機材交換するとのことで、全員代替機に移動となりました。ってことで代替機が準備してある E4 ゲートに向かいます。ここから近いのか？もともとが A2 ゲートで、E2 ゲートがここ。こんな感じで歩いて移動し、その距離ちょうど1キロ。何その罰ゲーム。とはいえ移動しないと回路まで運んでもらえないので、歩くしかありません。みんな頑張って荷物を棚に収めたのに、また取り出して、代替機にまた入れ直すという罰ゲームも待ってました。早く代替機に行かないと、収納スペース難民になっちまうぜ。なのでわかる人は先に行っちゃってください、との指示が出ました。ってことでまだ余力のあるウプ主は早歩き、込み出す前に搭乗完了しました。なおすぐに代替機が当てがわれたのは不幸中の幸いでした。ターキッシュのハブ空港だしな、そりゃ予備機も潤沢にあるんだぜ。これがもし他の空港だったら代替機も準備できず、機体整備とかで相当時間がかかってそうです。機材は全く同じなので、前後ピッチも同じで窮屈です。
結局2時間遅れの21時、イスタンブール国際空港を離陸しました。トルコよ、アバヨー。踏んだり蹴ったりだったけど、また来るぜー。なおこの後のスケジュールですが、23時前にカイロ着陸。0時半にホテルに到着しましたが、翌朝は4時集合なので2時半にモーニングコールという。よく寝られたとしても睡眠時間は2時間という、スパルタツアーが幕を開けます。嘘だと言ってよバーニー。今回はここまで。ご視聴、ありがとうございました。